I have got this information from one of my YouTube viewers. He writes that there is a geoglyph of a hexagram or the David Star near Area 51. The hexagram is a symbol for Mars, and the number 51 in Area 51 stands for Mars in Jewish gematria. So, I just thought the geoglyph might have something to do with Mars and Area 51, so I have checked the geoglyph. 視聴者の一人からこんな情報が届きました。エリア51の近くに六芒星、つまりダビデの星の地上絵があるというのです。六芒星は火星のシンボルマークです。またエリア51の51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。で、私は何か関係があるかもしれない。つまり火星とエリア51、そして六芒星の間に何か関係があるかもしれないということで、その地上絵を調べてみました。広志林、Hamamatsu City, Japan, October the 16th, 2022.場所だけにですね、つまりエリア51の近くということでですね、そのあたりに六芒星、つまりダビデの星があっても何もおかしくないということになりますが、まあ一見してわかるようにですね、この地上絵はあまりにも雑です。もし ET、エイリアン、神が絡んでいるならばですね、つまりは完成度そのものが違うということです。つまり私はこの地上絵はですね、何か別の目的で誰かが描いた地上絵であると判断しました。で、ダビデの星、左ですね。で、エリア51、ネリス空軍基地の中心部です。その間の距離がですね、95キロありますから、まあ、ちょっと無理があると言いますかね。この地上絵についてはですね、神の作品であるかどうかということを検証する前にですね、その前提条件として取り上げることについては少し無理があると判断しました。どうも情報を届けてくださった方、ありがとうございました。The 6,000-year-old Sumerian descriptions of our solar system include one more planet which is called Nibiru. Nibiru means planet of the crossing. The description of this planet by the Sumerians match precisely the specifications of the planet X or the 10th planet, which is currently being sought by the astronomers in the depths of our own solar system.Why did they know this planet named Nibiru or the 10th planet? The answer seems to be very simple. They knew this fact because they were aliens from the outer space. Here, I, Hiroshi Hayashi, can show you more surprising fact to prove this fact. That is to say that they knew it because they were aliens.Aliens. 6000年前のシュメールの年度版にはこの太陽系にはもう一つの惑星があったことが書かれていました。それがニビルという名前の惑星です。ニビルです。このシュメール人が説いたニビルという惑星はごく最近見つかった惑星 X の特徴と
正確に一致しています。ネビルという名前は、横切る惑星という意味です。事実、その名前の通り、惑星 X は超楕円軌道を描き、他の惑星を大きく横切りながら太陽の周りを回っています。また、惑星 X の大きさは木星、土星に続いて第3番目の大きさの惑星と考えられています。つまり、太陽系の奥深くにある第10番目の惑星です。では、なぜシュメール人たちはその惑星のことを知っていたのでしょうか？答えは言うまでもなく、シュメール人たちを指導していた神々は、つまりは地球外からやってきたエイリアンだったからです。わかりきったことです。が、この程度のことは、すでにゼカリア・シッチンなどによって証明されています。で、この動画の中では、さらにそのゼカリア・シッチンの説を裏付けると同時に、深い視点から、ネビルについての謎に迫ってみたいと思います。広し林、浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら話を先に進めます。ゼカリア・シッチンです。1920年に生まれ、2010年に亡くなっています。そのゼカリア・シッチンが、こんなレリーフを手に持って写真に収まっています。これがそのレリーフです。向かって右にアヌ王がいます。そして左にニンギシュ、ジダ、そしてアタパーがいます。アタパーというのは遠近がですね、エリルの都市で最初に作った人間と言われています。アタパー、すなわちアダムのことです。そして左上に太陽系が描かれています。で、これはですね、まあこの太陽系が描かれているという点からですね、アヌ王が太陽系の説明をしている場面だというふうに説明されています。が、実際に私はですね、これは、南風の翼を折ってしまったですね、アタパーが人気衆時代に連れられて、あの王の前に連れてこられた時のシーンだというふうに解釈していますが、今日はここがポイントではありません。向かって右からあの王、そして、中央に人気衆時代、そして一番左にアタパーがいます。で、この太陽系のレリーフに注意していただきたいと思います。中央に太陽が描かれています。そしてその周りを惑星が取り囲んでいます。で、これを、その惑星についてですね、実際の、まあ、右がサイズコンパリズンをした惑星の写真ですけども、それと比較しています。一番大きいのが木星と考えます。で、二番目に大きいのが土星ということになりますね。で、こうして並べていきますと、まあ、この木星と土星を基準にしてですね、あと惑星、どの惑星であるかがわかるわけです。で、火星ですね。地球です。金星です。そして水星ですね。大きさも、出ますか、大きさの比率も一致します。すなわち、ここに描かれているのは水、金、地、火、木、土、天王星ですね。海王星、そして冥王星ということになります。まあ、このように一致するということですね。すなわち、このレリーフはですね、正確に惑星の大きさを、まあ、比率と言いますかね、サイズコンパリズンを表現しているということになります。もう一度、惑星を順に置いていますから、皆さん自身で確認してください。まあ、これを偶然というか、それとも、そういったことをね、知っていた人たちによって描かれたものであるというかは、判断するかは、皆さんの問題ということになります。まあ、こんなことをですね、当時の人間が知る由も、ことはですね、当時の人間は知る由もなかったということです。で、もう一度、皆さんに確認していただきます。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星と来るわけですね。この一番最後のプルート、冥王星はその下かもしれません。で、以降、惑星が残ります。大きさの比率が同じである点に注意して、この動画を見てください。まあ、これだけでもね、古代の人たちはエイリアン、
と呼ばれるエイリアン、まあ、神々と呼ばれるね、エイリアンによって指導されていたという証拠になるわけです。で、あと二つ、まあ、惑星らしきものが残るわけですね。で、左上がニビルってことになりますけど、それを確認するためにですね、実際に惑星 X のサイズコンパリゾンを右上に表示しておきました。で、惑星 X は大きいんですね。木星、土星に続いて3番目に大きい惑星と言われています。ですから、この左のレリーフの中でも、この3番目に大きいこれをですね、まあ、私、林博士はニビルと判断しました。で、ニビルのシンボルマークを置いてみました。ジオの字がニビルのシンボルマークということになります。で、この惑星の配列順は、ゼカリア・シッチンが説明している惑星の配列順とちょうど逆回りになります。私は時計回りにそのように判断しました。ゼカリア・シッチンは時計と反対回りにそのようになっているというふうに説明しています。で、これは中国のね、ジョカ・フクギの、まあ、絵ですけども、やはりここにも10個の太陽を中心として10個の惑星が描かれています。どうして、まあ、こうした事実をですね、古代の人たちが知り得たかということを、もう少し皆さんね、素直に言ってますか、考えていただきたいと思います。人間には知る由もなかったんですね。しかし、こうして、まあ、中国でも正確に10個の惑星が描かれているということです。で、一つ残ったのが、まあ、ニビルということになるわけですね。それで、ニビルの話に進めていきたいと思います。惑星 X イコールニビルということになるのでしょうか。まあ、そこをね、直接その二つを結びつけるということは、まあ、現代の科学の世界では否定されてますね。で、この超楕円の惑星を描いて、ニビルが太陽系の、太陽の周りを回っています。その時に他の惑星を横切るわけですね。ですから、横切る惑星というふうに、まあ、ニビルというのはもともとはね、横切る惑星という意味だそうです。で、エイリアンたちは太陽系の惑星を外側から数えていました。で、火星が6番目、7番目が地球、そして、金星が8番目ということになります。イナンナ・シュタールのシンボルマークは、金星で8方向に伸びる光線ということになっています。で、このクエスチョンマークのところにニビルがあるのかということになるわけです。まあその判断と言いますかね。逆に言いますと、こうしたことをどうして当時の人間が知れたかということになりますけども、まあ、そんなことはありえない。ということで、逆説的と言いますか、逆説的と言いますかね、論理的に考えて、これらは、まあ、当時の人たちが神々と呼ぶエイリアンによって指導されて作られたものだということになります。そしてですね、大変興味深いことに、土星と天王星の間に、まあ、右下はですね、ニビルが描かれてますね。ということは、このレリーフが作られた時にはですね、ちょうど、ニビルが土星と天王星の間にあったというふうにも解釈できます。まあ、それからね、このレリーフができた年代を推定することもできるということになります。で、私の説を聞いていただきたいと思います。なぜ曜日ができたかということなんですね。で、太陽を中心として水、金、地、火、木、土と並びます。地球は月に置き換えます。そして、水、金、月をですね、これを内惑星と言います。そして、火、木、土を外惑星と言います。ここがポイントですね。内惑星と外惑星です。三つずつになります。そしてそれをダビデの星に並べていきます。これが外惑星を、内惑星を示す三角形です。水、金、地、ここへ、まあ、月が来ます。そして次の三角形に火星、木星、土星を置きます。こうして内惑星と外惑星を三角形でつなぎました。そしてこれを時計回りに読んでいきますと、月、火、水、木、金となります。で、月をここに持ってきます。まあ、現在ね、まあ、皆さん、いろいろ調べていただければわかると思いますけども、大変複雑な、一読しただけではわからない説明の仕方で、なぜ曜日が決まったかということを世界中の学者が説明しています。が、林博士が考えたモデルは大変単純で、まあ、わかりやすいということですね。そして、それが現在私たちが使っている日月火水木金土という曜日につながっていきました。これは、まあ、林博士説と言いますか、
林浩司のモデルということになります。では、ご運行大、引用五行論はどうなったかということですね。ごめんなさい。で、太陽と月を外しまして、そして今度は逆回りに置いていきます。時計と反対回りに回ります。そうしますと、木火土金水の陰陽五行論の並び方になります。すなわち、陰陽五行論は曜日の並び方の別のバージョンということになります。このようにして、同じモデルを使ってですね、曜日とそれから陰陽五行論が説明できるということです。まあ、こんなことができたのは誰かということになるわけですね。当然、こうした惑星の配列順をしていた人、すなわち、エイリアンということになります。で、結論ということになりますが、先ほどから皆さんにお見せしているこのレリーフの中に描かれているその太陽系についてですね、もう少し簡単に説明しておきますけども、まあ、このようにですね、大きさを順に、まあ、いわゆるサイズコンパリズンした惑星をですね、順に置いてみますと、なんて言いますか、正確にその大きさの比率と言いますか、大きさが一致するということです。まあ、地球上で見ていてね、惑星の大きさまでは分かりませんからね。逆に言いますと、なぜこんなことを古代の人たちが知っていたか、なんていう、まあ、遠回しな野暮なことは言わないでですね、これは当然、こうしたレリーフそのものも、まあ、当時のですね、神々と呼ぶエイリアンによって指導されて作られたものだということになります。つまり、古代の神々はエイリアンであったという、まあ、証拠の一つということになるわけです。そして、最後に残る左上のがですね、ニビルであるという説明も今してきました。で、ニビルというのは近年になって、まさか惑星 X がですね、確認されたのは近年になってからです。左上がニビルです。当時は、このレリーフが作られた時には、土星と天王星の間を、回っていたということになるのではないでしょうか。ですから、まあ、土星と天王星の間に、この、まあ、ニビルイコール惑星 X とね、断言するのはまた危険だと思いますけども、まあ、しかしこのようにして描かれているということですね。で、これをどう判断するかということになってきますけども、まあ、大変興味深いことにですね、これはこのレリーフそのものがですね、王の前に呼び出された人気囚人だと、それからアダパーの、が同時に描かれているということですね。なし、アダパーというのは、先ほど言いましたように、延期によって作られた最初の人間、すなわち、デオニソースということになるわけですね。いわゆる、まあ、ローマ名はバッカスということになるわけですけどもね。で、延期イコールプロメテウスですからね。ですから、まあ、このようにして、描かれている。同時に、ジョカ・フクギイコール、延期、ニフルサム説を唱える林浩司の説とも、こうして一致していくわけです。アヌオです。そして、ニンギシュ、ジーダですね。そして、左にアダパ。アダパというのは、泥という意味だそうですね。そして、ジョカ・フクギも、泥から、人間を作ったというふうに中国の伝説では言われています。で、手には直角定規とコンパスを持っています。これが現在の、フリーメイソンのシンボルマークとなっています。すなわち、プロメテウスの流れを組むということですよね。いわゆる人間側から見れば、私たち人間を創造してくれた大恩人ということになるわけです。さあ、皆さんどう判断なさいますか？古代の神々はエイリアンでした。さらに、証拠が集まってきました。Bye for now. Wikipedia write about Zakaria Sitchin as follows. Zakaria Sitchin was a Soviet-born American author of books proposing an explanation for human origins involving ancient astronauts.Sitchin attributed the creation of the ancient Sumerian culture to the Anunnaki, which he stated was a race of extraterrestrials from a planet beyond Neptune called Nibel. He believed this hypothetical planet of Nibel to be in an elongated elliptical orbit in the Earth's own solar system, asserting that
Sumerian mythology reflect this. Hitchens' books have been sold millions of copies worldwide and have been translated into more than 25 languages. However, Hitchens' ideas have been rejected by scientists and academics who dismiss his work as pseudoscience and pseudo-history. His work has been criticized for flawed methodology and mistranslation of ancient texts as well as for incorrect astronomical and scientific claims. ウィキペディア百科事典の内容を簡単に言えば、ゼカリア・シッチンの説は現在アカデミック・ササイエティではエセ科学、エセ歴史学と位置づけられ、完全に無視され否定されているということです。その一つがシッチンが説いた第十二惑星ということになります。ここで今一度、ゼカリア・シッチンが説いた第十二惑星について考えてみたいと思います。広し林、浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。これがシッチンの書いた本です。で、その中に大変興味深い挿絵が何枚かありました。それを拾ってみました。これがですね、ニビルの軌道と、まあ、シッチンが説いているものです。で、この二つがですね、ニビルを表すシンボルマークだそうです。強い光線を放っている様を表現してあるのだそうです。で、その円筒印象の中にこのような模様があるわけですね。中央が太陽で、周りに、まあ、9個の惑星プラス1があると。左上が、シッチンは、ニビルだと説いています。これがその円筒印象の実物です。シメルの円筒印象です。で、この中に、その、まあ、太陽と、それから惑星が描かれているというんですね。で、ちょっと私と、まあ、位置についてですね、シッチンと考え方は違いますけども、まあ、ちょっと私の説を聞いていただきたいなと思います。で、これが太陽、それ並びに太陽を取り巻く惑星ということになるんですけども、右がですね、実際の大きさをまあ、サイズコンパリゾンしたものです。で、左のですね、一番大きいこの丸、これを私は木星と考えました。次に大きいのは土星ですから上行きますね。そして、あとは、順に惑星を並べています。大きさに注意してください。大きさも正確に、まあ、同じように表現してあるということですね。これはもう偶然ではありませんね。偶然ではありえない、まあ、確率で、このように、まあ、円筒印象の中に彫り込まれているということになります。天王星は小さいですね。これを皆さんどう考えになるかということですよね。で、順に置いていますが、水、金、地、火星が小さいですね。火、そして木星が大きくて、で、土星が大きくて、天王星、海王星、そして冥王星ときます。で、一つ残るんですね、ここに。そして左上がですね、シチンはこれを、ニビルだと説いています。その点には、私は、依存はありませんけども、右の一つが余るというのは謎なんですね。で、これがですね、やはり、シメル残る円筒印象の模様ですけど、中央に書かれているのが、これがニビルということになります。十の字を、まあ、四角い十字が、形が囲んでいるということですね。で、中央にそれがあります。この二つはニビルを表す模様だというふうに言われています。で、右の模様はシャマーシュの模様にも、シンボルマークにも似てますね。で、ニビルの模様をここに置いています。やはりこう一つ余るんで、これは何かなということになるわけですけどもね。これは、ここのビデオの中ではペンディングということにしておきます。で、中国に残る、ジョカと福義の絵を見ていただきたいと思います。上と下に太陽が描かれ、その周辺に10個の惑星が描かれています。中国でも10個の惑星を描いていたんですね。まあ、土星までは肉眼で見ることができますが、それ以前のね、惑星については肉眼では見ることはできないんじゃないかと思われます。まあ、ジョカ・フクギの、まあ、謎めいた、まあ、なんて言いますかね、そう、こうしたことをしたということがここに書かれています。で、もう一つ数えていますけども、ジョカ・フクギのですね、人間を創造したと言われている、まあ、中国のね、伝説上の、いわゆるまあ、人間の、いわゆるまあ、創造したと言われているジョカ・フクギですけども、やはり10個描かれていると。で、右の、いわゆるまあ、シュメールの円筒印象にも10個の太陽を取り巻く、10個の
円筒、まあ、惑星が書かれて、その大きさが正確に実際の、惑星の大きさを表しているってことですよね。まあ、これをどのように考えたらいいかですけども、10個の惑星。ってことになりますね。で、これは人間が知る由もなかった、事実ってことになります。で、ちょっと話はそれますけども、エイリアンの宇宙船について、まあ、考えておきます。まあ、こうした、まあ、円筒印象が見つかっているわけですけど、この赤丸で囲んだのは何かですけども、真ん中に、まあ、紙らしき人が乗っていますね。で、この、これがその、いわゆる紙に羽があるのか、それともこれは何なのかってことなんですけどもね。やはりこう、同じように、まあ、天にですね、このような乗り物らしきものは書いてあるわけですけど、これはここの絵で、まあ、堀は円筒印象で決定的に分かりましたね。一般にはこれはアフラマズダーだと言われてますけども、アフラマズダーは乗り物に乗っているのか、それとも羽が生えているのかということになるわけですね。で、順に並べてみますと、まあ、同じようなコンセプトで同じように書かれているということです。彫られているということですね。で、左上のが3人乗っている感じですね。で、右下のがですね、これは誰も乗ってない。なあち、まあ、シッチンはこれをですね、いわゆる太陽のボート、なあち、宇宙とね、地球を行き交う、船だというふうに、解釈しています。実際そうだと思いますね。これが初めて言っていますか。3人乗っているのに、私は気がつきました。3人乗ってますね。ということはこれは、羽ではなくて、乗り物だということになるわけです。そして、下にですね、円、半円が描かれているのに注意してください。まさにボートなんですね。で、この宇宙船、すなわち太陽のボートに3人が乗っているっていうふうに、まあ、解釈できるわけです。で、左がですね、これがファラオを描いた古文書だと言われています。まあ、エジプトですね。やはりこの船らしきものに、神々が乗っています。同じコンセプトだってことですね。そして、下がですね、中央下がですね、これが人間、神が描かれてない乗り物だ。そして、こうとなりますし、下はですね、その乗り物に神が乗っているということを表したものではないでしょうか。右がですね、シチンが、エイリアンたちのクラフトだと言ってますけど、上二つを反転しますと、まさにボートの形になりますね。そして、そのコンセプトがですね、ペルセポリスに残るアフラマズダー像へと繋がっていきます。なあち、アフラマズダーはこうした乗り物に乗って空を飛んでいたということになるわけです。羽ではないということが分かりました。で、ニビルに話を戻します。で、このニビルのシンボルマークにちょっと注意していただきたいと思います。真ん中に十字があって、それを、まあ、囲んでますね。で、これがニビルが輝いている様を表していると、シッチンは説いています。で、並べてみますと、真ん中がですね、これが、宇宙空港への、まあ、方向指示だと、ゼカリア・シッチンは説いています。で、中に同じ模様が描かれています。なあち、ニビルへの方向を示しているということですね。そして同じものがですね、12、13世紀にできました、エチオピアのラリベラの天井とパーフェクトに一致します。パーフェクトに一致してるんですよ。真ん中と右の模様がですね、完璧に一致しています。ということは、ラリベラのこの、まあ、屋根の模様はですね、十字架をもじって作ったものではなくて、さらにそれ以前のニビルの、シンボルマークをもじって作ったものということになるのではないでしょうか。これがラリベラです。エチオピアのラリベラに案内します。ただ現在はですね、このように白い覆いがかけられていますから、直接この模様を見ることはできませんでした。で、これがラリベラですね。石というより岩を、一つの岩を上からくり抜いて作った教会と言われています。全部で11個あります。まあ、ラリベラ王がですね、寝ていると夜な夜な、セントジョージ、ゲオリゲですかがやってきてですね、そしてこういったものを作れというふうに指示したというふうに言い伝えられています。で、その模様がですね、パーフェクトに一致します。皆さん自身でご確認ください。となりますと、これは、十字架をもじって、ラリベラの天井、まあ、屋根ですね、は、十字架をもじって作ったものではなくて、それ以前の、いわゆるニビルの星をもじって作ったものということになるのではないでしょうか。間には4400年という年月が流れています。まあ、ラリベラの謎も深まりますね。で、今回、まあ、円筒印象にも同じような模様があり、それをシッチンはニビルだと判断しています。もう一度比べてください。これが、
まあ、ニビルの紋章だと言われているものです。そして同じものがですね、ニビルの、まあ、方向を示す方向指示として描かれて、そしてそれがですね、12、13世紀に作られた、エチオピアのラリベラの、まあ、教会と天井の、まあ、天井というか屋根のですね、模様と一致しているということです。果たして皆さんこれは偶然なんでしょうか？それとも意図された、まあ、なんて言いますか、エイリアンの、創造物なんでしょうか？ということになるわけですね。で、ともかくもですね、まあ、このように、神々はこうした乗り物に乗って空を自由に行き交っていたということになります。そしてそれはボートの形をしていますね。すなわち、ファラオの乗り物と一致するわけです。そしてここには旧太陽と、それを取り囲む惑星が描かれていますけれども、大きさを順に置いてみますと、その大きさの比率がですね、完璧にこれまた一致するわけですね。皆さん自身の目で、確認してください。水星は小さく。ね、水金地火木土天海、冥王星は本当に小さいですね。このように、まあ、表現されているということです。こういうことを知っていたのは誰か、知り得たのは誰かということを逆に考えてみてください。続くビデオの中で、七曜日の謎と、それから、木下独根水の五行理論の謎を私が説明します。誰がこんなことを知っていたのか、どうして知り得たのかという視点で考えますと、その向こうに、おのずと答えが見えてくるものと私は思います。そしてこうした偶然をですね、まあ、エセ科学、エセ歴史書という、エセ歴史というふうに片付けてしまうのは私はどうかと思いますね。まあ、ウィキペディア書いた方はそのように判断なさっていらっしゃるんでしょうけどもね。皆さんはどのようにお考えになりますでしょうか？シッチンは本当にエセ学者だったのでしょうか？それとも真実の追求者だったのでしょうか？続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about weekdays and Yin Yang Five Element doctrines, and it's my pleasure to explain here in this video how these doctrines were created long time ago in Babylonia. My idea is quite simple and easy to understand. 曜日と陰陽五行はどのようにして決まったか？について説明します。太陽です。太陽に近い方から惑星は水星、金星、地球ですね。そして火星、木星、土星と並んでいます。地球はですね、月と置き換えます。そして水星、金星、月をですね、内惑星と呼び、火星、木星、土星を外惑星と呼んでいます。1プラス6イコール7のバビロニアの非数学に則った、まあ、ドクトリンということになりますね。今言いましたように、水、金、地球、まあ、月ですね。内惑星と言います。そして火星、木星、土星を外惑星と言います。そして、ダビデの星が決まりました。ダビデの星は基本的には三角形が2つ組み合わさっています。まあ、六角形ではないんですよね。三角形が2つです。そして、縦の三角形を内惑星とします。で、外のって言いますか、逆三角形の外惑星とします。そして、このダビデの星に内惑星、外惑星を並べていきます。まず水星ですね。そして、時計回りに金星。ここに金星を持ってきます。そして、次に月ですね。こうして、内惑星の位置が決まりました。今度は逆三角形の外惑星です。火星をここに持ってきます。そして、やはり時計回りに火星。木星、土星と持っていきます。こうして外惑星の位置が決まりました。そして普通は中心にですね、太陽を置きますね。ですからダビデの星の中には中央に丸い、まあ、まあ、太陽ですけどもね、が描いてあるのがあります。そしてこれをですね、順に戻していきます。月。それから火星、水星、木星、金星、土星と戻していくんですけども、もうお分かりですね。こうして、太陽、日、そして月、火、水、木、金、土と決まりました。バビロニアでは1プラス6、すなわち、日曜日が先だったということになるわけですね。まあ、こうして、曜日が決まったということです。で、現在私たちが使っているカレンダーになりました。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday ということになります。
で、私の考えたモデルは、まあ、わかりやすいと思います。今度は陰陽五行論について説明します。まあ、中国で生まれたということになってますけども、中国ではありませんね。今使いましたモデルを基本ですね。これは今言いましたように、糸芸丸に、月火水木金土と並んでますね。そしてそれをですね、まあ、5つの、まあ、丸と言いますかね、に分離します。上はまあ、6個って言いますかね、六角形の形、基本的な六角形の形をしてるんですけどもね。そして、まず、木星をここに持ってきます。今度は時計と逆回りになりますけども、下を全部逆回りにすれば、同じやっぱり時計回りになるってことですよ。まあ、常識的にね、現在、陰陽五行論の木火土金水は、時計回りに回ってますけどもね、反時計回りだったと考えられます。まあ、それはともかくも、こうして今度は時計と反対回りに、順に置き直していきます。そして最後に月が残りますね。で、この月は外に出します。こうして陰陽五行が決まりましたけども、ベースは先ほど言いました、まあ、ウィークデイズを元にしているということですね。すなわち、陰陽五行は中国で生まれたのではなくて、まあ、ウィークデイズの一つのバリエーションということになるわけです。まあ、このように理解しますと、陰陽五行論もですね、簡単に理解できるということですね。なぜ、木火土金水になったのか、その理由はここにあります。ということで今日は、ウィークデイズと陰陽五行の基本的な考え方について説明しました。が、最後に一つだけ問題が残りますね。今言いましたように、水金地火木土の、まあ、惑星のですね、配列順に従って、まあ、ウィークデイズが決まり、そして陰陽五行が決まったということになるわけです。となりますと、誰がそれを作ったか、誰がそれをしていたかということになるわけです。もちろん人間ではありませんね。太陽系を自由に飛び回ることができた人、すなわち別の知的生命体ということになります。その別の 知的生命体がですね、人間を指導して曜日と、そして陰陽五行を作ったということになります。そして、まあ、バビロニアのですね、7、非数学ですね。1プラス6、もしくは2たす5、イコール7の非数学に基づいて決まったということになります。Please draw a line from Area 51, now in USA, to Nazca, Peru. Number 51 stands for Mars in Jewish Gematria. I will explain what that number means elsewhere, but here in this video, please note the red line.Above is the center of Area 51. Below is Nazca Plateau, Peru. Next, draw a line from the Second Pyramid of Giza in Egypt to Easter Island. Notice the green line.On the right is the Giza Pyramid. Easter Island is on the left. This is Nazca Plateau. In the center are lines so-called the Grand Cross in Nazca. The red line drawn from Area 51 exactly overlaps the vertical line of the Grand Cross. In other words, the vertical line accurately indicates the direction of Area 51. The green line running as shown here is the line connecting
Giza Plateau or Giza Pyramid and Easter Island. This line crosses the Nazca Plateau exactly without any error.This is a map around Mexico City. Below the center is Popocatépetl Mountain. Teotihuacan is located in its northeastern part of this map. Notice a red line in the middle connecting Area 51 and Nazca. The red line crosses Mount Popocatépetl exactlyWithout any error. Next, I will guide you to the pyramids of Giza. There are three pyramids here, but connect the corners of the pyramids at both ends with a line. The red line is that line.The yellow line is a line drawn from Mount Popocatépetl. The angle between the red line and the yellow line is exactly 90.00 degrees. I say again, 90.00 degrees.Finally, the Pyramid of the Moon in Teotihuacan and Mount Popocatépetl bear the same shape. Also, the shape of Easter Island bears the same as that of the Giza Pyramid.Do you agree to say thatThese facts are just a coincidence. But what about the following facts I'm going to show you? I'm sure you all think like this way. They can't be a coincidence. That's right. They can't be a coincidence. These facts mean that this planet Earth isclearly geometrically arranged. Of course, they are by ETs. By ETs whom we may call gods. エリア51からナスカに向かって一本の線を引きます。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。その意味についてはまた別のところで説明しますが、ここでは赤いラインに注意してください。上がエリア51の中心部です。下がナスカです。次にエジプトのギザのピラミッドナンバー2からイースター島に一本の線を引きます。緑色のラインに注意してください。右がギザのピラミッドです。左がイースター島です。ペルーのナスカ高原です。中央にグランドクロス大十字架と呼ばれるラインがあります。
エリア51から引いてきた赤いラインはこのグランドクロスの縦線と寸分の狂いもなく正確に重なります。つまりその縦線はエリア51の方向を正確に示しているということになります。また左右に走る緑の線はギザとイースター島を結んだラインです。このラインは正確にナスカ高原を横切ります。これはメキシコシティ周辺の地図です。中心部のやや下にあるのがポポカテペトル山です。ティオティワカンはその北東部に位置します。エリア51とナスカをつないだ赤い線に注意してください。その赤い線は正確にポポカテペトル山を横切ります。次に皆さんをギザのピラミッドに案内します。ここには3つのピラミッドがありますが、両端のピラミッドの角を線でつなぎます。赤い線がその線です。黄色い線はポポカテルペトル山から引いてきたラインです。赤いラインと黄色いラインの作る角度は正確に 90.00 度です。繰り返します。正確に 90.00 度です。つまり真直角です。最後にポポカテペトル山の形とティオティワカンの月のピラミッドの形は幾何学的に同じです。そしてギザのピラミッドの形とイースター島の形も幾何学的に同じです。これらの事実を皆さんは偶然の一致と思いますか？が、これからお見せする事実はどうでしょうか？皆さんはそれを見た後、きっとこう思うことでしょう。偶然ではありえないと。そうです。偶然ではありえないのです。この地球という惑星は明らかに幾何学的にアレンジされています。もちろん ET たちによってです。私たちが神と呼ぶ ET たちによってです。つまりこれが私がここで言うところの神の証明、幾何学的な証明ということになります。広志林、ハメメシティ、ジャパン。
Bueno, aquí le quiero presentar estos testimonios que me parecen a mí extraordinarios, ya que son personas de un gran nivel de credibilidad, miembros del rescate alpino de México, aquellos que cerca del cráter del volcán Popocatépetl realizan ascensiones en busca de personas perdidas o de aquellos aventureros que no saben en lo que están incursionando. Bueno, ellos han visto lo que parecen ser personas de 2 a 2 metros y medio, sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí. ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz. ¿Usted creería que existen seres de... de azufre? ¿Por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanan Díaz Vargas. Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island,Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro and Mekakava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not?I just wonder. 一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば偶然ではありえないということを証明しながら偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Some Japanese archaeologists claim thatThe front approach of Teotihuacan shows the direction of the sunrise between the rainy season and dry season of the year. Is it true?
According to my Hiroshi Hayashi's line theory, the front approach shows a reaction sharp to Mohenjo-daro, Pakistan now. Which do you think it is more rational?ある日本人考古学者はこう主張しています。テオティワカンの参道はその地方の雨季と乾季の境目にあたるとき太陽の日の出の方向を示しているとが、私、林浩司の考え方は全く違います。林浩司のライン理論によればテオティワカンの参道は新直線にモヘンジョダロの塔の方向を正確に示しています。テオティワカンの参道は別名、死者の大通りと呼ばれています。また、モヘンジョダロというのは死の丘という意味です。ヒロシハヤシ、ハママセリ、ジャパン。テオティワカンの月のピラミッドです。月のピラミッドは参道の端にあります。古代においては月の神の方が太陽の神より位が上でした。ともかくもその参道はまっすぐとモヘンジョダロの塔の方向へ向かっています。この赤い線がそれを示しています。モヘンジョダロ、つまり死の丘という意味だそうです。これがモヘンジョダロの塔ということになります。で、そのモヘンジョダロの塔の中心部からティオティワカンにラインを引いてみます。黄色いラインがその線です。このラインはティオティワカンの月のピラミッドを正確に横切ります。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。この黄色いラインは、モヘンジョダロの塔から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。この黄色いラインです。参道は長いですね。長くてもこのように重なるということは、正確にこの参道は、モヘンジョダロの方向を示しているということになります。つまり、テオティワカンの参道は、モヘンジョダロの方向を示しているということになります。林浩司のライン理論をもう少し詳しく説明してみます。偶然ではありえないということを証明しながら、そのラインが人為的に引かれたものであることを証明するのが、林浩司のライン理論です。このグリーンのラインは、右がギザ、そして左がイースター島へとつながる線です。その進捗線下にナスカがあります。そして赤道と横切る点をウエストポールと私、林浩司は呼んでいます。基準点中の基準点です。その角度は正確に60度となっています。ギザ方向には120度ということになります。南極点とつないでみてください。そしてそのウエストポールからですね、ティオティワカンにラインを引きます。左の白い点が中心点ですね。ここがティオティワカンです。ティオティワカンから 90.00 でまあ、北の方向に向かいますと、モヘンジョダロです。そして、60.00 で向かいますと、その先にギザのピラミッドが位置します。そして、まっすぐ下、ややエラーが出ますが、イースター島へ向かいます。まあ、ほぼ90度ということです。つまり、ティオティワカンを挟んでですね、イースター島とモヘンジョダロは反対側の位置にあるということになります。そして、そのティオティワカンへ、モヘンジョダロからラインを引いてみます。上のラインがモヘン
正太郎から引いてきたラインです。そのラインは正確に京都和漢の参道と重なります。これがライン理論ですね。もう一度確認してください。上が月のピラミッドですね。その月のピラミッドを正確に横切り、そしてその木片ジョダロカのラインは、京都和漢の参道と正確に重なります。グリーンのラインは、イースターとナスカから繋いできたラインです。赤いラインは、京都和漢へ向かうラインですね。黄色いラインは木片ジョダロと、京都和漢を繋いだラインです。こうして、まあ、それぞれの拠点の位置が決まっていきます。黄色いラインに注意してください。モヘンジョダロとティオティ和漢をつなぎますと、この間の角度は正確に正確に 60.0000 となります。そしてギザの第一、第三ピラミッドに注意してください。点を取るのが難しいですから、この、まあ、いわゆる頂点の角に点を取ってください。第一と第三の角の点を取ってください。その線、作る線と、そしてこの黄色いラインは、正確にはポポカティペティですけども、ほぼ、まあ、間違いなくと言いますか、エラーなく京都和漢の線と 90.00 で重なります。そして反対側45.00 で線を引きますと、モヘンジョダロへと向かいます。このような位置関係にあります。これを偶然というか言わないか、それは皆さんの判断ということになります。私、林博は偶然とは考えていません。すなわち、これは偶然ではない。人為的にこうした位置にそれぞれの、拠点が置かれたということになります。で、結論ということになります。最初からもう一度ご覧いただきます。地球です。上がエリア51です。下がナスカです。51は火星を意味します。そしてナスカ周辺では縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長長頭人間イコールイギギイコール火星人説へとつながっていきます。つまりエリア51というのはですね、アメリカがですね、まあ、建国するされる前、つまりまだ発見される以前からですね、地球の火星人の基地だったということになります。51は火星を意味します。でその証拠にですね、エリア51からナスカ高原に線を引きますと、通称グラントクロスと言われているあの十字架の縦線を正確に横切ります。正確です。寸分の狂いもなく横切りますから、皆さん自身で確認してください。つまりナスカ高原のライン群はエリア51を意識して作られたラインということになります。それはさておき、今度はギザとイースター島を線でつなぎます。ギザとイースター島です。その線は進直線下にナスカを横切ります。こうしてナスカ高原のあの位置が決まりました。横線はつまりギザとイースター島ラインの上ですね。そして縦線はエリア51から引いてきたラインということになります。そのエリア51から引いてきたラインをですね、メキシコシティにの近くにありますポポカティペトル山を、まあ、進直線に横切ります。でこのグランドクロスですね、ちょうど中央に見えます。これをグランドクロスと言います。ナスカ高原にあって特に目立ったラインということになります。このライン、赤いラインを見てください。左上からまっすぐ下に伸びてきますけども、このラインはエリア51、そして途中でポポカティペトル山を経由してここにやってきます。進直線にやってきます。寸分の狂いもなくやってきます。つまりこのナスカライン群は、エリア51、そしてポポカティペトル山を意識して建てられた作られたラインということになります。つまりこのような形でですね、まあ、エリア51つまり51、火星人ですけども、火星人はですね、このような形で地球人に、まあ、名刺、すなわち遺産を残したということになります。で、右の、これがあのギザ高原のピラミッドです。上からナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーツーですね。ナンバーツーと、それからイースター島をつないだラインは、正確にこのナスカ高原の、この、まあ、ちょうど今、線が通ってますけども、この辺りを通り抜けます。もちろんナスカ高原にはですね、双方向に伸びる、滑走路があります、やや上の方ですけどもね、右の方行けばギザのピラミッド、左の方行けばイースター島です。
でこれはメキシコシティなんですけども、ね、中央やや上上と言いますか上寄りですねにあります。その赤いラインはエリア51とナスカをつないだラインで、その線は伸直線下に伸直線上ですね、このポポカティペトル山を横切ります。まあ、このような形でラインがですね決められていったということですね。そしてそのラインは先ほど言いましたようにナスカ高原のグランドクロスの縦線と寸分狂わず重なります。皆さんもぜひ線を引いてみてください。そしてさらに、まあ、点と点がつながっていくということになりますけれども、エジプトのギザ高原に戻ります。ギザ高原ナンバー2ナンバー3ナンバー2ナンバー3のピラミッドですけれども、角のところに点を取ります。こうすることによって位置を正確に決められます。まあ、角度によってねこの四面体の、まあ、影の形が違ってきますから角に取ってください。そしてこの線をつなぎます。そしてその線を、まあ この赤い線ですねがその対角線に取った線です。そして先ほどのプカティペトル山 の頂点からこのギザのピラミッドに向かって線を引きます。黄色いラインが左上から右下に引いたラインが、これが、まあ、ポカティペトル山から引いてきたラインです。でこの線と赤い線は真直角に交わります。 90.00 で交わります。そして、まあ、これがまあ基礎の基準点になるわけですよね。でポカティペトル山とでからテオティワカンの月のピラミッドとは形が同じであるということなんですよね。まあ、ともかくもこうしてそれぞれの拠点が点と点でつながって、そして幾何学的な、まあ、その正確さというのは幾何学的な、まあ、関係でつながっているということですね。でポポカティペトル山とテオティワカンの月のピラミッドは形が同じです。まあ、あの山ですから見る角度によって、まあ、多少ね違ってきますけども、まあ、少なくともこの写真で見る限り角度も同じ、そして上、まあ、5分の1ぐらいですね赤い部分が、まあ、少しゴテゴテとしているわけです。そしてギザのピラミッドとイースター島は同じということですね。ギザのピラミッドを45度、まあの手前角度から見た、まあ、形とイースター島の形は同じということですね。すなわちイースター島は人口造成島ということになります。と同時にギザと、まあ、イースター島をつないだときにですね、その伸直線下にナスカがあるということですね。このようにしてつながっていくということです。まあ、こうした事実をつなぎ合わせてですね、これは偶然なのかということになりますけども、偶然だと言っている間はですね、つまりは謎が解けないということになります。言い換えるとこうしたことは偶然ではありえないということを前提にして考えてですね、つまり、まあ、偶然ではない、つまり意図的にこういう位置にですね幾何学的に配置されたイコールこうした遺跡というのは、こうした宇宙をですね自由に飛び交う人たちによって、そして、まあ、地球計画なるものを持ってですね、まあ、改造した結果ということになるわけです。つまりこれがですね、まあET、つまりですね、私たちが神と呼ぶ ET が存在するという幾何学的な証明、証拠ということになります。以上、ルート1、ルート2に続いてルート3の説明をします。イスラムAnd Buddhism as brotherhood religions and its proof and evidence on Hiroshi Hayashi's Nazca theory. イスラム教と仏教は兄弟教であった林博士のナスカ理論による証拠と証明。カーバ・メッカにあるキューブの中心点からナスカに向かって線を引いてみます。カーバのキューブです。その中心点からナスカに向かって線を引きます。この黄色いラインはナスカに向かって引いたラインです。その直線はこのプラットフォームのところにやってきます。右から引いてきた黄色いラインに注意してください。このラインはこの左のプラットフォームを正確に横切ります。細いラインが入り口のところにある点に注意してください。でこの滑走路の斜めを横切って、そして左下にその直線が向かいます。このプラットフォームはカーバ神殿の方向を正確に示していることになります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。細いラインを通り抜けプラットフォームを横切ります。
そしてこのラインは上のラインと平行になりながら、そして左下の、隅のところにやってきます。このプラットフォームはカーバ神殿の方向を正確に示していることになります。次にブッダの生まれ故郷と言われているルンビニからナスカに向かって線を引きます。ルンビニです。ランドマークになっています。その中心点からナスカに向かってラインを引きます。そのラインはナスカのこの地点にやってきます。黒いマウンドがある点に注意してください。このマウンドを通り抜けて左の滑走路へとつながっていきます。細い滑走路です。極めて正確にルンビニの方向を示しているということになります。この滑走路、右上から左下へそのラインが走ります。やや、斜めに走るといった感じです。そしてその黄色いラインは左のこの点にやってきます。上のブルーのラインがメッカ・カーバから引いてきたラインです。下の黄色いラインがルンビニから引いてきたラインです。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。黄色いラインはルンビニから引いてきたラインです。そのラインはこの滑走路を正確に横切ります。黄色いラインはブルーのラインと交わった後、西へ行けばオリンピア、アテネ、そしてガンダラプスのメッカであるラホールを通り抜けてルンビニへと向かいます。黄色いラインはルンビニラインです。青いブルーのラインはメッカ・カーバラインということになります。メッカ・カーバとルンビニは深い関係でつながれています。林博士のライン理論です。上の黄色いラインはナスカとルンビニをつないだラインです。下のブルーのラインはナスカとメッカ・カーバをつないだラインです。そのメッカ・カーバからルンビニにラインを引いてみます。左下の黄色いラインがそのラインです。メッカ・カーバから引いてきたラインです。そのラインはルンビニのこのランドマークの水平線、横線と正確に重なります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。左下の黄色いラインはメッカ・カーバから引いてきたラインです。そのラインはルンビニのこのランドマークの横線と正確に重なります。つまりルンビニの横線はメッカ・カーバの方向を正確に示しているということになります。それだけではありません。このラインはそのまままっすぐ行けばイースター島へ向かいます。イースター島でのエラーは10メートル以内です。つまりメッカ・カーバとイースター島をつないだその新直線下にルンビニが位置するということです。これを偶然というか言わないかは皆さんの判断にお任せします。西の左へ行けばメッカ・カーバ、東の向かって右へ行けばイースター島ということになります。こういう位置関係にあるということですね。もう一度簡単に説明しておきます。イースター島です。そしてメッカ・カーバです。この両者を線でつなぎますとルンビニはその新直線下、エラーは10メートル以内です。エラーは10メートル以内です。つまり偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではない、つまり人為的にこうした、位置がですね決まったということを証明していく、それが林博士のライン理論ということになります。こういう関係にあるということです。つまりこれらは皆エイリアン、我々が神々と呼ぶエイリアンの人為的な操作によってその位置が決められたということです。メッカ・カーバすなわちイスラム教、ルンビニすなわち仏教はこうしてつながっています。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. Hiroshi Hayashi's Line Theory
is a theory with which to prove that it was created artificially for some purpose by proving it to be impossible to be created by chance or coincidence. There is one example about Mecca Kaaba, the holiest temple for Islam.林博士のライン理論は、偶然ではありえないことを証明しながら、それが偶然ではない、つまり何かの目的を持って人為的に作られたものであることを証明する理論です。イスラム教の聖地、メッカ、カーバを例に挙げ、この動画の中でそれを考えてみたいと思います。博士林、Hamama City, Japan. Today's video is from Easter Island. I will guide you to Easter Island. Please pay attention to Easter Island's latitude and longitude.イースター島です。このイースター島の緯度、経度はここに示しておきます。その半極点、つまり地球の反対側はこの緯度、経度ということになります。この赤い数字がイースター島の半極点ということになります。次に皆さんをブッダの生まれ故郷とされているネパールのルンビニに案内します。場所が先に決まっていたということです。これがルンビニです。続いてイスラム教の大聖地メッカ・カーバへ皆さんを案内します。メッカ・カーバのキューブの中心に点を取りました。これがキューブです。で、ルンビニとキューブの間を線でつないでみます。右がルンビニです。左がメッカ・カーバです。ルンビニとメッカ・カーバです。先ほど皆さんにお見せしましたイースター島の半極点はこの赤い点です。その赤い点はルンビニとメッカをつなぐ新直線下にあります。新直線下にあります。で、その半極点を見てみます。イースター島の半極点です。その半極点はルンビニとカーバをつないだその新直線下にあります。そのエラーは70数メートルです。70数メートルです。エラーゼロと見ます。注意深くご覧ください。これは偶然なのでしょうか?で、線を引くとき、少し技術が必要ですが、ルンビニと西回りにイースター島と線で繋いでみます。この赤い線がその線です。その線はカーバ神殿の真上を通ります。カーバ神殿でのエラーは10メートル以内です。地球が楕円球体であるため、先ほどの数字とはやや違いが出てきますが、そのエラーはご覧になっての通りです。ブッダの生まれ故郷と言われているルンビニです。イースター島から線を引いてみます。右の黄色い線がそれです。その線はルンビニのランドマークを正確に
横切ります。もう一度やってみます。右から引いてきた黄色いラインに注意してください。この線はルンビニのランドマークを正確に、正確に横切ります。今度は反対側、メッカ、カーバからこのルンビニのランドマークに線を引いてみます。左から引いてみます。注意深くご覧ください。このルンビニのランドマークは東西南北を示していると言われていますけども、1.1 度ほどずれています。もう一度ご覧ください。左から線を引いてみます。メッカ、カーバから引いてきた線です。つまり、ルンビニのこのランドマークは、東はイースターと西はメッカ、カーバを正確に、正確に示しているということになります。似たような例は数多くありますが、ルンビニに的を絞って、いくつかの例を皆さんにご覧いただきます。フィルザバードです。直径が2キロもある巨大な遺跡です。現在は完全な廃墟となっていますが、道だけは遺跡と同じように長く残るものです。右の黄色いラインがルンビニから引いてきたラインです。このラインは向かって左側の道と一致します。つまり、このラインはルンビニの方向を示しているということになります。もう一度やってみます。この黄色いラインはルンビニから引いてきたラインです。そして、左半分のラインと重なります。次に皆さんをカザフスタンのチェッセイ遺跡に案内します。この遺跡は私がライン理論に基づいて発見した遺跡です。ここには何かがあるはずだということでこの遺跡を発見しました。チェッセイの遺跡です。このチェッセイに向かってルンビニから線を引いてみます。右下の黄色いラインがそのラインです。このラインは向かって左側のチェッセイの遺跡の道と一致します。つまりこのラインは道はルンビニの方向を示しているということになります。もう一度してみますから注意深くご覧ください。この縦のラインはキリマンジャロを示しています。それはともかくも、このチェッセイの遺跡には重大な謎が隠されていました。ついでですが、この間に薄いラインが見えるのがわかるでしょうか。まっすぐ上行けば北極、右の方行けばマガオ、インシュ、そしてクロスポイントチャイナ、そして下へ行けばモヘンジョダロ、そして向かって左側の方に行けばギザ、エジプトということになります。もう一箇所、大変興味深いのが、UK のサン・アッバスのジャイアントです。皆さんをサン・アッバスのジャイアントへ案内します。この丘の斜面に、奇妙なこのような絵が描かれています。この中心部に注意してください。丘の上ですから線が途切れますが、黄色いラインはルンビニから引いてきたラインです。そのラインは、このサン・アッバス・ジャイアントのあれをまっすぐに横切ります。つまり、サン・アッバス・ジャイアントのあれは正確にルンビニの方向を示しているということになります。
結論ということになります。冒頭で話しましたことを繰り返します。林浩司のライン理論は、偶然ではありえないことを証明しながら、それが偶然ではない、つまり何かの目的を持って人為的に作られたものであることを証明する理論ということになります。イスラム教の聖地、メッカ・カーバを例に挙げ、この動画の中でそれを考えてみました。メッカ・カーバのキューブです。大聖地です。そのメッカ・カーバのキューブは、ブッダの生まれ故郷と言われているルンビニとイースター島とをつないだその真直線下にあります。メッカ・カーバでのエラーはゼロ。キューブからのエラーは10メートル以内です。また、半極点とのエラーも70数メートルです。地球規模で考えるなら、これはありえない偶然ということになります。ありえない偶然、つまり人為的にこのような場所、位置に配置されたということになります。これらの遺跡は明らかに人為的に計算され配置されています。それを証明するのが林浩司のライン理論ということになります。ついでに言うならば、ルンビニについてですけども、このランドマークはもともとこの場所にあったものと思われます。つまりその後、その遺跡を利用して現在のルンビニが決められたということになります。世界にはこういう不可思議なラインが無数に走っています。そうしたラインを調べながら、つまり偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではない、つまり人為的に配置された。もちろん配置したのは人間ではなく、空を自由に飛ぶことができた人、すなわちエイリアンとことになりますが、それを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だ、だけを繰り返していたのでは、謎はいつまで経っても解けないということです。その壁を破るのが、ライン理論ということになります。それとも、皆さんは、今まで通り、偶然だ、ただの偶然に過ぎないと言って、こうした事実を見過ごしてしまいますか？後の判断は皆さん自身にお任せしたいと思います。サン・アッバスのこのジャイアントをしっかりと見てください。眩しいばかりのそれがここに描かれています。なぜか、もう一度皆さん素直な心で考えてみてください。Bye!